こんにちは。ナナです。14日藤井聡太七段は、王位戦七番勝負第2局2日目の対局を行っています。対局会場の札幌は晴れていますが、雲が厚く敷き詰められています。ホテルエミシア札幌は、今回もファンの皆さんが同じランチを食べようと、殺到しているのでしょうか。封じ手を開封するまでの流れが次の通りです。8時43分藤井七段が入室。下座につき、グラスに緑茶を注ぐ。8時51分木村王位が入室。駒を並べ終えると、広森三段が棋譜を読み上げ両対局者が、1日目の指し手を再現していきます。8時59分深浦九段が、封じ手を開封します。と、立ち上がり盤の横に移動して、封筒にハサミを入れ、図面を広げます。封じ手は8六歩です。と読み上げると、藤井七段が盤上に手を伸ばした。長机に戻った深浦九段が、それでは、2日目よろしくお願いしますと告げて対局が始まりました。前日、封じ手の時に話題になったのが、封じ手の封書が3通あったこと。藤井七段がサインを忘れ、木村王位に矜持いただきサインしたこと。この2つが話題になっていましたよね。これが、立ち会い人の深浦九段の口から説明がありもやもやが、中継での会話で解消しました。立ち会い人深浦九段と副立ち会い人の野月八段が、対局中に中継で会場から、その様子を伝えている時でした。出身が北海道という野月八段が、地元の銘菓を説明し、深浦九段が召し上がり、1000円の高級ティッシュを紹介した午前中のトークです。まず、封じ手が3通あった件については、通常2通なので、解説者の中川八段も驚いていたくらいですが、これは、木村王位発案でチャリティー販売用に作られたことを、説明していました。現在、自然災害で大変な思いをしている方が大勢いる中で、何かできることはないかと考えた末のことだったようです。中継では、藤井七段の了承も得て、そういう方向に進めると話していましたが、連盟からは、すでに藤井七段の同意も得ていることが伝えられています。実は封じ手がチャリティー販売されたケースは、竜王戦と名人戦でも例があったようです。ただ、この2つの棋戦は、棋界を代表する、最も有名なタイトル戦ですから、欲しいと思われる方が多いでしょう。今回は、ネームバリューがそこまで高くない棋戦ですが、藤井七段の初タイトル戦ということで、大きな価値が生まれていると考えます。ただ、木村王位が、どのタイミングで提案したのか不明ですが、藤井七段の封じ手でなくとも、対戦相手が藤井七段ということで、価値があると考え、早々に提案していたのではないかとも考えられます。ツイッターでは、なんて素晴らしいんだ。藤井くんの初めての封じ手だから、すごい価値がつきそう。という声の一方で、次のような指摘もありました。このチャリティーの話があったことに対して、そうすると、藤井七段が封じ手をすることを事前に分かっていたことになる。それは果たしていいのかというコメントがツイッターにはありました。ちなみに、七番勝負第一局は、木村王位が封じ手をしましたが、中継のコメントで、もちろん勢いがあったと思いますが、俺ならこれ50万円までなら買うわっていうコメントもあったりしました。要するに、藤井七段との対局ということで、どちらが封じ手をしても、その価値は高いということがわかります。値段はもちろん違ってくると思いますが、どちらが封じてもチャリティーへということを木村王位発案で話していたのではないでしょうか。さすがに、これこそ、挑戦者で、しかも最年少棋士の藤井七段が、封じ手をチャリティーにしてみてはいかがでしょうかとは、なかなか言いづらいところがあります。これは、藤井七段の性格を考えても、そう感じます。どちらにしても、木村王位の深い配慮と、偶然にも、藤井七段が初封じ手をすることになり、
困っている方への大きな力となるわけですから、棋界の評価も爆上げです。そしてもう一つの話題。封じ手にサインを忘れた問題です。多くの新聞社が、昨日は、藤井七段が封じ手にサイン忘れた、というタイトルで、記事を書いていましたし、奈々も藤井七段が失念したのだと思っていました。これに対して、封じ手直後のツイッターになりますが、藤井七段は、木村王位が先にサインをしてから、自分が書かなきゃならないと思ってるんじゃないのって、つぶやいていた人がいました。さすが、藤井七段のことをよく理解しているなって、今回の深浦九段の話で明らかになりました。深浦九段、藤井さんは、上位者から先にサインを入れると思っていたようです。木村さんが、藤井さんに教えていました。対局相手ではありますけど、先輩として作法を教えるのは将棋界らしいですよね。と、その時の光景を語っていました。どこまでも謙虚で、人としての品格も高い高校生です。だからこれだけ好かれるのでしょう。さて、今局は、流れがとてもゆっくりで、前回とは全く違ったスピードで、進んでいます。本局の持ち時間は各8時間の2日制。終局は夕方から夜になる見込み。第1局を藤井七段が制して迎えた第2局は、先手番の木村王位が得意の相掛かりを採用。棋士による特色が出やすい戦法なこともあってか、序盤から両者、じっくりと持ち時間を使う展開に。藤井七段は、28手目を指すのに、持ち時間で1時間25分、間に入った昼食休憩を含めれば、2時間25分をかけた。局面は中盤戦に入っており、形勢はほぼ互角と見られている。現地で検討している棋士の間では、ここ数手の選択によっては、一気に形勢が傾く可能性もあるという。藤井七段は、同時期に行われているヒューリック杯棋聖戦5番勝負で、現在2勝1敗とタイトル奪取に王手。渡辺明棋聖、棋王、王将、36との第4局は、中1日置いて、16日に行われる予定です。王位戦、棋聖戦ともに、タイトル奪取に成功すれば、屋敷伸之九段48が持つ最年少でのタイトル獲得記録、18歳6ヶ月を更新することができる。一気に2冠達成となれば、最年少での8段昇段という新たな記録更新にもなります。